名前と学年と出身地と4月生か9月生かについて教えてください。はい。名前がじゃあ龍で、ID 14で、出身が九州の大分です。リブリブで入りました。ゲイであることに気がついて、それとどう付き合ってきたかについて、ICU に来る前についての経験について教えてください。ICU に来る前の経験。はい。僕自分がそうだって気づいたのは結構曖昧で、よく覚えているわけではないんですけど、振り返ると小学生の頃はどうだったかな。周りの空気に流されて自分が普通の女の子が好きであると思い込んでいたりとか、中学生の時は。自分の心が例えば男の子の方に揺りがちになるのはきっと思春期の何か不安定な作用のせいではないかと勝手にこれをこじつけてしまったりして、だからやっと自分のセクシュアリティに向き合うようになったのは高校生くらいからですかね。それからというのも、例えば自分の両親だとか祖母や祖父に自分の子供を見せてあげられないような罪悪感だとか、あとは民主主義社会の中で自分が圧倒的多数者の属性から外れているようなものを持っていたりだとか、不安感だとか孤立感に直面したまま、何か対処することもできずに今に至るわけです。 ICU に来ることで来ることが自分に与えた影響を持っているんでしょうか。ICU に幸運にも CGS があったので、自分のセクシャリティに向かい合う機会だとか、これから自分が生きていく上でどうやって生きていくだとかを頑張って追求していく機会が得られたかなとは思ってます。ICU でカムアウトしてますか。 ICU でよかったと思う。カムアウトしてますか。僕はしてないんですけど、でももし ICU ではしてないんですけれども、でも ICU でたくさん大切な友達ができて、でそういう人たちにはやっぱり嘘をつきたくないもので、でも自分から言うことは決してありませんが、もし例えば龍は男の子が好きなんじゃないかって聞かれたら嘘だよって答えるだろうし、女の子は嫌いなのかって聞かれたら、そんなことはないって答えるだろうし、そうやって間接的にカミングアウトしていく可能性はあります。嘘つきたくないから。じゃあセクマイ面に関して ICU で好きな点について教えてください。セクシャルマイノリティの面で ICU に関して好きな点、やっぱりまず CGS が存在していることにつきますし、あとはもう一つは習わしで、入学式で国際人権宣言、はい、入学式でその不平等だとか非差別平等を誓うような習わしがあるなとか好きです。僕じゃあ逆に
嫌いな点とか変えてほしいなと思ってますよね。あ、学術的な話になってしまうんですが、例えば僕は理系でそれでもジェンダーに興味があるんですけれども、例えばジェンダーの科目一覧を見たときになかなか理系と辻褄が合うような、例えば理系とジェンダーが関わりがあるような科目があまりなくて、その点に関してだけは直感的にそれを実現するのは難しいということはよく分かっているんですが、それでもそこが唯一の今のところの不満です。小中学校の教育とかでセクシャルマイノリティの存在がきちんとアドバイスされるだとか、それが当然のことであるように、それが当然のことであるようになっていくような社会が実現していたらなと思います。他の場合はちょっと列挙できないです。Thank you.